8時になりました。週明けの株式投資に向けて来週頭に入れておくべき日銀ショック、円高8銘柄、ファンイベントと決算スケジュール2週間分についてお伝えいたします。まず急激な円高が発生した昨日の状況について、以前お話したこの円高メリット4銘柄では、昨日ワークマンは 3% 上げたものの、他は 1% 前後でした。市場の円高意識は本格的ではなく、円高へ動くかどうかについてはまだ懐疑的なのだと思われます。実際ドル円を見ると、昨日日銀ショックで急激に進んだ円高は現在145円付近に戻ってきています。日経平均先物も大きく反発し、プラス 0.99%。やはり市場は昨日の下げは過剰な反応だったと見ているのだと思われます。こういった状況ですので、週明け月曜日は、まず円高へ下げた銘柄が戻す可能性が高いかと思われます。ご存知の通り、下げたのは輸送用機器、特に自動車株です。中でも特に大きく下げたスバルやトヨタは月曜については戻りが期待できるのではないかと思われます。一方、上がった方は上げたといっても0.3% から 0.5% 程度で、下げの10分の1程度です。やはり円高についてはまだ懐疑的で、リスク売りは発生するものの、買いに走るというところまでは至っていない現れかと思われます。こういった中で一番上がった空運を見てみると、実際に動いたのはスカイマークで、JAL や ANA はほとんど動きませんでした。2番目に上がったパルプ紙では、中越パルプが上げ幅トップで、三菱製紙、日本製紙が続きますが、金利や円高というと、やはり注目は他の銘柄になるかと思われます。そして銀行株。いつものことですが、こういった時、りそなは非常に良い反応をします。今回、三菱 UFJ や三井住友はあまり反応しておらず、みずほに至っては下げとなってしまいました。しかし、昨日の動画でお話ししたこのロイターの記事にある通り、来週はかなり神経質な展開が予想されており、ちょっとしたニュースで大きく反応する可能性があります。来週の状況はというと、12日火曜日からの1週間は、金利とドル円に影響する大きなイベントが続きます。特に12日火曜日の CPI、そして13日水曜日の FOMC と日銀短観、14日木曜日は ECB 政策金利、そして小売売上高、15日金曜日はアメリカの PMI、そして19日火曜日は日銀の政策決定会合があります。CPI はインフレ鈍化の可能性が出る可能、インフレ鈍化の結果が出る可能性が高く、実際に出た場合は長期金利が低下し円高になる可能性があります。そして FOMC ではハト派のドットチャートが出る可能性が高く、実際に出た場合は、やはり長期金利が低下し、円高になる可能性があります。そして日銀の決定会合では、植田総裁が年末から来年にかけて、一段とチャレンジングな状況になると発言したことを受けて、マイナス金利解除に向けた動きがあるのではないかと見られています。ここで本当にマイナス金利解除への動きが出たら、かなり大きく円高が進む可能性があります。
もし137円を割る事態が発生すると、統計的には一過的な円高ではなく、円高トレンドが発生するとも言われています。このように円高が進む可能性をはらんだイベントが並びますが、どういう結果が発表されて、どう市場が動くかは誰にもわかりません。そういった意味では、かなり持ち越しがしにくい週になるかと思われます。来週は発表されてから考えるのでは、すぐ次の発表が控えているという状況ですので、まずはこの8銘柄を頭に置いておくと良いかと思われます。円高デメリット銘柄として、スバル、トヨタ、円高メリット銘柄として、ワークマン、神戸物産、ニトリ、セリア、スカイマーク、そして利上げメリットとして、リソナ、以上が注目の銘柄になってくるかと思われます。次に決算スケジュール2週間分についてお話しいたします。まず、主な決算銘柄、そして 2週間分の決算データ。今週は週明け11日月曜日から22日金曜日までの2週間分の決算についてお話しいたします。いつの間にかもう12月も半ばです。あと3週間で今年も終わってしまいます。全166件が予定されており、そのうち53件が本決算です。まず、主な決算銘柄から。売買代金3億円以上の銘柄では、これら26銘柄が予定されています。11日のファーマフーズ、イグワークス、EA テクノロジーズ、サムコ、ジェンダ、そして12日のくら寿司、13日のグッドコムアセット、イントループ、ステムリム、スマレジ、三井ハイテック、ナレルグループ、14日のラクスル、ビジョナル、組合科学、エニーカラー、マクビープラネット、マネジメントソリューションズ、パーク24、そして15日のアスクル、神戸物産、HIS、セルソース、西松屋チェーン、そして19日のツルハホールディングス、そして20日の日本オラクル。次に決算スケジュールの全データです。毎回お話しいたしますが、決算またぎは決算プレイとも呼ばれる非常にギャンブル性の高い持ち越しになりますので、あまりお勧めいたしません。決算期待での決算発表前までの上げを狙うなど、比較的安全な方法はいくつもあります。高決算が出ても下げてしまう場合もありますので、決算またぎは非常にリスキーだと思っております。どんどん話していってしまいますので、気になる部分については一時停止でご覧ください。まず週明け11日月曜日、この日は20件が予定されております。場中発表で13時30分にシルバーライフ、そして引き後になるとモロゾフ、学上、ファーマフーズ、IKK、東宝、萩原工業、TEC、イグワークス、ピット、GA テクノロジーズ。このうちファーマフーズは金曜日に年初来安値を更新しています。そしてシステムデイ、サムコ、厚生 RE、天笠、日本ハウス、マルチオ、山岡屋、ザッパラス、メディアシーク、ジェンダ。このうち厚生 RE は次回第3クォーター、進捗率は 93% の状況です。天笠と日本ハウス、マルチオ、山岡屋は金曜日に年初来安値をつけています。日本ハウスは進捗率あまり良くない状態です。そして12日火曜日、この日は12件が予定されています。すべて引き後の発表で、くら寿司、鴻島科学、SYS ホールディングス、ウィルコ、イムラ、ホールトゥーウィン、J
ゲームホールディングス、日東製網、キャノン、柿安本店、リッチアイ。このうち、くら寿司とウィルコは進捗率あまり良くない状態です。くら寿司は貸借倍率 0.20 倍、空売りの方が多い状態です。そして13日水曜日、この日は35件が予定されています。場中発表13時にベストワン .com、掛け声になると省エイ食品、ヤーマン、刀剣コーポレーション、モイ、サーキュレーション、グッドコムアセット、ネオジャパン、アセンテック、すき焼き、イントループ、ステムリム、桜咲プラス。このうち、グッドコムアセットは金曜日に年初来安値をつけています。モイは次回第3クォーター、進捗率は 155% の状況です。共栄食品は貸借倍率 0.51 倍になっています。そして、金栄、佐藤食品、サンオータス、トリプラ、スマレジ、菊池製作所、CRE、三井ハイテック、3D マトリクス、アゼアス、ウェルプレイドライゼスト、OM2 ネットワーク、ベルグアース。この中で、ウェルプレイドライゼストは金曜日に年初来安値をつけています。金栄は次回第3クォーター、進捗率は 82% です。ベルグアースは進捗率、あまり良くない状況です。そして日総、テンポスホールディングス、ウエスコホールディングス、OS、東エル、総合証券、シントホールディングス、ナレルグループ、売れるネット広告社。このうち OS は金曜日に年初来高値を更新しています。売れるネット広告社は金曜日に年初来安値を更新しています。シントホールディングスは進捗率あまり良くない状況です。次に14日木曜日。この日は非常に多く54件が予定されています。場中発表で12時30分にバリューゴルフ、そして1時に梅の花、午後になると鎌倉新書、プレミアアンチエイジング、ラクスル、マルゼン CHI、トップカルチャー、賛成者、オハラ、JSP、トルク、リンクユー、エニグモ。このうち鎌倉新書は金曜日に年初来安値を更新しています。そしてビジョナル、組合科学、内外、ファーストロジック、ハミー、エニーカラー、マクビープラネット、サンバイオ、アシロ、バルニバービー、野村産業、グローバルスタイル、ブレインズテクノロジー。このうち内外は進捗率あまり良くない状態。アシロは次回本決算、進捗率は 189% の状況です。そしてコリー、バリューネックス、ハマユー、デリバリーコンサルティング、ナトコ、太陽基礎工業、ジャストプランニング、キャット、ミックス科学、リンカーズ、マネジメントソリューションズ、クシム、日本テレフォン。このうちバリューネックスとデリバリーコンサルティングは金曜日に年初来安値を更新しています。そして三能、R プランナー、ホパー、トモエ工業、パーク24、ブラス、プラスゼロ、ナッティースワンキー、フロンティアインターナショナル、スクルバ、マーチャントバンカーズ、ジャパン M&A、エミメン、ラバブルマーケティング。このうちマーチャントバンカーズは進捗率あまり良くない状況です。そして15日金曜日、この日は41件が予定されています。場中発表で14時25分にアースインフィニティ、日後になるとアスクル、神戸物産、HIS、ギフトホールディングス、ジェネレーションパス、富士コーポレーション、アクシージア、
稲葉製作所、明宝エンタープライズ、アルデプロ、セルソース、AB& カンパニー。このうちアースインフィニティは金曜日に年初来安値を更新しています。神戸物産は金曜日に年初来高値を更新しています。アスクルは貸借倍率 0.71 倍の状況です。そして AA、フラシコム、ストレージ王、プロレドパートナーズ、オービス、アピリッツ、RH、レテック、ジェイック、モルフォ、スキアホールディングス、ビジョナリー。このうちプロレドパートナーズは金曜日に年初来安値を更新しています。ストレージ王とスキアホールディングス、進捗率良くない状況です。そしてライトワークス、M マーク、ミロク、ファースト重建、東京ベース、ノバック、松本、三沢、レボリューション、東進、クロスフォー、イメージマジック、西松屋チェーン。このうち東京ベースは金曜日に年初来安値を更新しています。松本と三沢は進捗率あまり良くない状態です。イメージマジックは次回中間決算。進捗率は 231%。 西松屋チェーンは貸借倍率 0.64 倍の状況です。そしてエコナビスタ、テクノロジーズ。エコナビスタは次回本決算、進捗率は 111%。 テクノロジーズは進捗率あまり良くない状態です。そして12月19日火曜日、この日は2件が予定されています。場中発表11時にコーセル、そして引け後になるとツルハ。ツルハは貸借倍率 0.69 倍になっています。そして20日水曜日、この日は3件が予定されています。日本オーラクル、開花デジタル、ラツドラホールディングス。このうち開花デジタルは金曜日に年初来安値を更新しています。そして21日木曜日、この日は1件が予定されています。最後の発表で大光は貸借倍率 0.93 倍の状況です。そして22日金曜日、この日は2件が予定されています。東証は1件のみです。YE デジタル。週明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。